こです。カミヤです。スエラです。ピンクラテティーに始まるよ。イエーイ。はい、今回の企画は絵描き歌です。あと一人一つずつ動物の絵描き歌を考えます。歌はキラキラ星かメリーさんの羊の2つで考えていきます。シンキングタイムは5分で考えていきます。リーズのみんなもやってみてね。では早速絵描き歌を考えていきましょう。それではどうぞ。では制限時間の5分、よーいスタート。何の動物にしようかな。じゃあ歌がみんな完成したので披露していきたいと思います。エコからいきます。じゃあキラキラ星のリズムを作りました。まーるUFO パッパッパ、UFO ビームを落としてパッパッパ、三角のビームをね、丸いお池を作ったよ、謎の暗号を残して、かわいいウサギの完成です。どうせなんか正解はこんなに言いました。謎の暗号を漫字って書いてた。目がなくなっちゃう。動物になったの？全然動物になった。じゃあ、マリアの絵描き歌もキラキラ星の音声に合わせます。お山を2つ、真ん中に線を引き、間をつなげましょう。ビッグなスマイル、三角さんの三角、波と風をつけましょう。バルをトントン、そしたら完成。完成しました。マリアは猫を描きました。猫はこんな感じになりました。目がなくなる。何で目が。次はレイラちゃん。レイラもキラキラ星。みんなキラ。いきます。お皿が入って、お豆が2つ、おにぎり書いて、ソースをかけたら、お餅を乗せて。かわいいワンちゃん。目がなくなっちゃった。レイラはこんな感じになりました。あー、なるほど。はい、こんな感じになりました。人間にそうしてたからよだれ垂れてると思って、結構こんな感じになりました。お豆、お餅、パン、おにぎりのソースが出ました。難しいね、やっぱ動物は。難しい。なんか自分の中では結構うまくできた歌だと思ったけど、他の人にやったらちゃんと位置とか考えないと難しいなって思いました。楽器歌ってこんな難しいとは思わなかったので、いろいろ違う絵描き歌も作ってみたいなってなりました。考えるのもすごい難しかったし、聞いて書くのもすごい難しかったです。みんなも友達と絵描き歌をやってみてください。もしこの動画がいいと思ったら、高評価、チャンネル登録、通知をよろしくお願いします。バイバーイ。